はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は深く眠りにつく方法というのをね、紹介しようと思います。まず深く眠りにつくことによってストレスがね、軽減されます。そしてやはりなかなか寝れない人、寝つけない人ね、例えば夜にスマホとか見てるとなかなか寝つけなくね、なってくるんで、そういった方もね、しっかり深い眠りにつけるので、ぜひね、寝る前にね、この方法をしてください。じゃあいきます。まず深く寝るには体をリラックスさせることが大切です。そのリラックスさす部分を今からですね、首から足までやっていくので、それをね、ぜひ真似してください。まあここがまず寝るとこと思ってください。まあお布団かベッドで、枕をとりあえず置いてます。まずですね、頭をまず左右に揺らします。であんまり強く揺らしちゃうと力入っちゃうので、軽くまず揺らしましょう。そしたらですね、今度は手をリラックスさせます。でこの腕っていうのは、まず肩から一直線にしっかり手を伸ばします。手のひらは上に向けます。この状態で指先を左右にしっかり伸ばしていきます。ピーンと伸ばすとですね、ここの上腕二頭筋がしっかり伸ばされる感覚がわかるので、ピーンとしっかり手を左右に、中指を遠くまで伸ばす感じで引っ張ります。ぐーっと引っ張ったら力を抜きましょう。この力抜いた状態で腕のリセットが完了してます。でこの腕がリラックスできた状態から今度は足先までいきます。今度は胴体をリラックスさせます。足のかかと、左右のかかとで地面を押す感じで体を左右に揺らします。これも力を入れすぎるとリラックスできないので、力は5割程度の力でかかとを左右に突き出す感じで上体を揺らしていきます。はい、これでだいぶ腕と胴体がリラックスできてきてます。今度はですね、太ももをリラックスさせます。太ももは少し膝を曲げて落とす、膝を少し曲げて落とす、これを同時に行った後に今度は左右、あんまり膝を上げすぎると力が入っちゃうので、少しだけ膝を曲げて落とす、少し膝曲げて落とす、こういう感じです。でこれで今首から太ももまでがリラックスできた状態です。で今度はふくらはぎです。足首を少し動かします。これもあんまり力を入れると体がリラックスできないので、5割程度の力でふくらはぎを動かします。今度はこれを足を左右に振ります。足の裏で手を振る感じで、バイバイする感じで足を振ります。これもあんまり力を入れてはダメで5割程度です。でこの揺らす幅っていうのをだんだんと小さくしましょう。腕もしっかり伸ばしておきます。振る幅をだんだんと小さくして、最後は力を抜き切ります。この状態でリラックスさせて寝るっていうことがストレスを軽減して深い眠りにつく方法です。ご視聴ありがとうございました。今みたいにですね、首をまずリラックスさせて手をしっかり伸ばす、上腕二頭筋をしっかり伸ばす、そしてかかとを動かして胴体をリラックスさせた後に太もも、ふくらはぎ、そして最後に足で体を揺らす、ここまでしてもらってもだいたい 2,3 分もあったらできます。これをするだけで本当に深い眠りにつけるんで、ぜひね、皆さんやってみてください。そしてよく寝れたっていう人はね、ぜひね、コメントください。必ずこれやるとよく寝れます。そしてこの体の力の抜けた感覚っていうのがすごくね、身につくんで、ちょっとね、こうイライラっとした時とか、
ストレス溜まってきたなって思った時に、またストーンとね、このリラックスする感覚を覚えてると力を抜くことができるんで、ぜひね、これを身につけてですね、いつもリラックスする状態を保って、そして寝る前にはしっかり一日の疲れを取るためにリラックスをさせて深い眠りについてください。今日はね、リラックスして深い眠りにつく方法でした。ぜひご視聴ください。またありがとうございました。タートルでした。